唐津市。唐津市は、佐賀県の北西に位置し、玄などに面する市。福岡都市圏、福岡総体都市圏を形成する都市の一部である。旧東松浦郡。中心市街地は、唐津藩の城下町が前進。唐津神社の周期礼大祭である。唐津くん茶、特別名称の虹の松原、呼ぶ小朝市などで有名で、広大な面積に、 多数の観光資源を有する。2005年、平成17年に、平成の大合併で周辺の自治体の、東松浦郡の呼部子町、鎮勢町、肥前町、大地町、旧浦木町、浜玉町の6つの町と、北旗村の一家村と新設合併して新たに、唐津市となった。また、2006年、平成18年に7 3村を編入した。 経済圏である唐津都市圏は唐津市及び玄海町で約13万人強の人口を要しており大部分を唐津市が占めるが近隣の福岡都市圏、佐賀都市圏方面に通勤通学する市民も多い旧浜玉町域は福岡都県の5%通勤通学圏旧旧浦木町域は佐賀都市圏の10%通勤通学圏である地域は松浦川 玉島川による平野尾部、唐津平野と上場と呼ばれる、丘陵性の玄武岩台地からなり、東は瀬リ山地、西は伊万里湾、南は木島山地、北は玄海灘、唐津湾に面し、唐津湾には松浦川が注ぐ。また北西部の海岸はリアス式で出入りに富み、その地理的特徴からこの地域は古代から、 大陸方面の海上交通の拠点となった。地球上における唐津市の位置として特筆すべきことは、統計130度経線が唐津市の区域のほぼ中心を貫いていることである。このため、西九州自動車道の唐津インターチェンジの本線上に統計130度が通過していることを示す標識が立てられている。西は、 松浦川川口部付近から東の浜崎駅付近まで広がる黒松の林は虹の松原と呼ばれ、景勝地並びに唐津の象徴の一つとして親しまれている。鏡山の展望台からは虹の松原及び唐津市街が一望できる。東松浦半島から松浦川川口付近一帯は限界国定公園に指定されている。平野部では、 江戸時代初期に大規模な治水事業が行われ、ほぼ現在の地形となった。佐賀市、卓市、伊万里市、福岡県糸島市、長崎県松浦市などと境界を接する。太平洋側気候であるが、冬季に日照時間が少なくなる九州型気候区である。沿岸部においては一年を通して、昼夜の寒暖の差が少なく、猛暑日、真冬日は滅多にない。 台風の直撃が少なく、年間の最大風速は8メートルから12メートル程度で、多くは、冬の限界などの強風や、春一番によるものである。年平均気温摂氏15度、年間降水量1992ミリメートル、年間日照時間1783.9、平均風速秒速2.1メートル、平年値、1979年から2000年の、統計。 かつて、唐津市内のアメダス観測所としては、エざるきとワタダがあった。うちザざるきでは、降水量、気温、風向、風速、日照時間の観測を行っていたが、観測所は、標高110メートル地点にあり、観測データが、唐津平野部の気象状態を表していたとは、必ずしも言えなかったことに注意されたい。また、ワタダは、降水量のみの観測であった。 標高5メートル。2010年、平成22年2月よりエザルキとワタダの両観測所は、平野部の唐津市にいたこ標高23メートルに移設され、新たに唐津観測所として観測を開始した。町、大技は唐津市の地名を参照のこと。約12.8万人で、佐賀県内の市町村で2番目に人口が多い。第位は、佐賀市。第位は、 トス氏。ピーク時の人口は唐津丹連載世紀だった1955年、昭和30年の18万3676人。現在の市域全体を範囲に、曖昧さはあるにせよ、包括的に指す地名は、松浦方や松浦側に見られるごとく、もともと松浦が一般的であった。唐津の名はもともと17世紀初頭に松浦側。 川口付近に造成された城下町を指す限定的な名称に過ぎなかったが、1889年、明治22年町村政志向によって成立した東松浦郡唐津町を母体として、周辺の町村編入と対等合併を繰り返し現在の唐津市となったことで、現在では城下町部分のみならず、地域全体をもって唐津と呼ぶことが一般的となっている。 唐津神社社務所に現存する資料によると、1449年、文安6年の寄信状に唐津大明神との記述があり、これが唐津の名が現れる現存する最古の資料である。縄文時代晩期には水田稲作が行われていたことが確認されている名畑遺跡。岸和神殿に記述のある松良国、松露国、松良国は、 唐津市近辺に存在したと否定する研究者が多い。古墳時代に松浦地方を支配した豪族らによって多数の墳墓が築造された。この代表が国内最古級の前方後円墳、栗総水古墳であり、市内には多数の古墳が残されている。律令制では、非全国松浦郡に含まれ、非全国風土記によると、松浦郡里十一所、里26、 馬子、馬屋所、野呂市八章とある。また、現在の鏡山にあたる山は、エリブリミネは、軍の東にありと記されているから、軍がは、鏡地区にあったと推定される。松浦の後の由来は明らかでないが、神宮皇后期、日本初期末期、第九沖永田らし姫の村摂政前期夏四月の、城に、松浦県にいたり、願い事をしてから釣り糸を垂れると、あゆが釣れた。 珍し、着物といったことを、そのところの人が名付けて、梅面、珍、国という。今、松浦というは、鉛りなりと、タイと説明している。また、松浦国の松浦がそのまま地名となったとも言われる。万葉集には、鏡山、玉島川、松浦川の情景が読まれている。平安時代からは、非善国府による統治となったが、国史政治が緩み出した。 平安期中頃には、松浦地方各地の豪族が、連合体としてこの地を支配し、松浦島と呼ばれた。現在の唐津市を含む東松浦郡、西松浦郡の地域は上、松浦郡と呼ばれ、旗地区、唐津市北旗、伊万里市南、旗を拠点とする旗市が、最大の勢力だった。一族は、それぞれの所領の地名を名乗り、他に、大地市、 つけしし、よぶこしなどがいた。また、拠点として、旗氏の岸竹市け城、鬼にご城や獅子城などの城が築かれた。戦国時代には、龍造寺氏の侵略を防ぐなどしていたが、豊臣秀吉が、九州征伐を開始するとこれをお出迎えしたがった。豊臣秀吉は1591年、天正19年朝鮮出兵、文禄、慶長の役の拠点として、 名古屋地区名古屋城を築城した。1593年、文禄二年には、寺沢博隆が唐津藩を与えられ、上、松浦地方の統治を始めた。またこの年には、秀吉の怒りを買った旗氏が滅ぼされたが、地元民の道場から岸武史藩村のたたりの話が、言われるようになった。寺沢博隆は、旗氏の滅亡後、岸武市城の麓に、 狩城を造営し狩りの居城とした。広高は1600年、慶長5年の関ヶ原の戦いでは、東軍方につき、肥後国天草軍4万国を加造され12万3000国の戸山大名とな、1602年、慶長7年により、唐津城の本格的な築城を行い、1608年、慶長8年に城下町ともども完成した。 この時東唐津川とじ続きであった三島山を切り離し、旗川、現代における松浦川がそこから唐津湾に注ぐよう流路を変更した。広高は松浦川の流路変更、治水事業に見られるように土木事業に長けており、防風林として松原の保護育成を行った。これが日本三大松原として今日に残る虹の松原となっている。またこの頃は、 現在に至る唐津焼の技法が確立された時期でもあり、1615年、永長年には中里太郎へ門頭坊などが唐津藩の御用用に指定されている。広高のこの健康は唐津藩二大藩主となったが、天草領に構えていた富岡城が島原の乱の際に一気側に攻められた際、その責任を取らされ、天草領四万国を没収された。 剣高は1647年、昭法四年に、江戸判定で自殺し、また死死がなかったために、寺沢家は断絶となり、寺沢氏が改域となると、唐津藩領は一時転領となった。次に、慶安元年、1649年、張間国赤市城主、大久保正職が唐津藩主となった。1678年、遠方六年には、 大久保氏が下佐国桜城に転出し、代わって道地より、お牛松平の利久氏が入城。1691年、玄禄4年、お牛松平氏が、島国蕎場城に転出し、道地より土井利益が入城。1762年、法暦12年土井氏が下佐国古賀城に転出し、三河国岡崎城より、水野忠氏人が入城。1817年、 文化十四年に、後に、天保の改革を行った四代目の水野忠邦が、出世目的に、東都海国浜松城に転出を希望し、道の九国棚倉城より、小笠原長政が入城、以後は、小笠原氏が統治した。不代大,大名六夜が入れ替わり、長期間による、藩主下の一大支配時代が一度も到来しないまま、明治維新により、唐津藩は姿を消した。 1819年、文政2年、伊勢神宮を参拝後の人に、京都で見た、祇園祭りに感動した、刀町の石崎家平が帰郷後、仲間たちと獅子の頭を製作し、唐津神社に奉納した。この後、唐津神社周期礼大祭である、唐津神祭が、現在のような引山を引く祭りに変化していくきっかけとなった。後に一時期は、唐津山かさとも故障したが、 その後、唐津くんちと呼ぶようになった。廃藩地県に伴い、唐津藩は唐津県となり、同時に唐津城は本丸が舞鶴公園となり、他の区画は民間払い下げとなり、建物も破却された。その後、伊万里県、佐賀県、水間県、長崎県と変遷し1883年、明治16年に佐賀県が長崎県から分離独立し、 佐賀県の一部となった。また1889年、明治22年の町村静止港で、東松浦郡唐津町などが発足。昭和初期までに三島村と唐津村を編入し1932年、昭和7年に、市静止港、唐津市となった。古くから海上交通の拠点であった唐津は、この後貿易の拠点として、急速に発展していった。 1882年、明治15年に、当時三島にあった唐津港で、唐津丹田の石炭輸出を開始。1889年、明治22年には、特別輸出港に指定され、同時に、長崎税関唐津出張所が設置された、3年後に税関支所に昇格、戦後降格し、文字税関に移管。さらに工述する鉄道の開通により、以後、 三島の貿易機能は順次西からつ、大島へ移転し、現在に至る港湾地帯を形成した。貿易額は日を追うごとに増大していったが、第一次世界大戦の影響で外資関係が先細りとなり、1920年頃をピークに貿易額は減退し、昭和初期には石炭不況や第二次大戦の影響でさらに衰退していった。明治末期から大正 昭和初期にかけて、唐津の交通は大きく発達した。1898年、明治31年に、唐津工業鉄道、後の唐津鉄道、現 JR 唐津線が開通したがこれに収まらず、翌々年の1900年、明治33年に、三島馬車鉄道による馬車軌道が、三島松原口、県東唐津駅、浜崎松原口、 現浜崎駅間に開通しその後松浦橋を経由して中心部の大手口を越え西唐津波手は、スケ延伸された。その後石油発動機による運行となるが、自動車への転換に伴い廃止。福岡方面への鉄道は1926年、大正15年に東唐津から博多まで全通。伊万里方面は1935年、昭和10年にようやく全通したが、共に、 北九州鉄道による間もなく国有化された。北九州鉄道のバス事業は現在に至る昭和自動車に譲渡された。くしくも唐津は太平洋戦争で空襲を受けなかった。唐津市における戦後復興の象徴として1953年、昭和28年の舞鶴橋の完成が挙げられる。これをきっかけに東西臨海地域を接続する佐賀県道279号明県。 満島線、産業道路が整備された。また同年には、唐津協定が初開催した。1954年、昭和29年には、鏡村、栗村、鬼塚村、港村を編入、人口約7万。戦後のベビーブームと、石炭積み出し港としての需要の高用により、東松浦郡と唐津市を合わせた人口は、この頃再生を得、1955年。 昭和30年の国勢調査人口は約19万人弱であった。1955年、昭和30年、地元財界の有力者であった昭和自動車社長の金子道夫が市長に就任。財政再建のため、翌年には財政再建団体の指定を受けた。この指定は1965年、昭和40年に解除された。翌年、 金子の計画により唐津城にもぎ天主が完成。また、電力需要の増大に伴い、1967年、昭和42年唐津港明県府島付近の埋め立て地に、九州電力唐津発電所、火力発電所1号機15.6万キロワットが運転を開始。1971年、昭和46年には二号機37.5万キロワットが その2年後には3号機50万キロワットが運転を開始した。さらに1975年昭和50年には九州電力限界原子力発電所1号機55.9万キロワットが運転を開始。その他季節の水力発電所なども含めからつもとい東松浦地域は県内のみならず北部九州の電力供給用となった。1970年 昭和45年には、唐津協定場が広大な土地を有する建築、鏡に移転。また同年には、唐津市文化会館、玄唐津市民会館が、旧唐津神社境内に開館。1980年、昭和55年には唐津大手口バスセンターが、市内大手口に開業。その翌年には複合スポーツ施設である体育の森公園が、渡田大土井に開設された。 1982年、昭和57年には、国鉄唐津線の連続立体交差化事業が完成。翌年には、筑比線、築比東線の電化開業、築比線、築比東線と唐津線の短落、福岡市地下鉄空港線との直通運転が一挙に行われた。1994年、平成6年に現唐津地域の市町村に、 玄海町を加えた十市町村で、今和会、唐津、東松浦合併今和会を設置。2009年唐津市長選挙、唐津市、東松浦郡選挙区から選出される、佐賀県議会議員の定数は6議席である。出崎機関、出崎機関、果樹、米、野菜、肉用牛などの生産が主である。鏡や栗などの平野部には、初代唐津藩主、 寺沢広高による河川改修事業の付随事業として開発された広大な水田が広がっており、現在も米の生産が主流だが、減産政策の影響で大豆などの豆類や大麦、小麦などの麦類の生産へシフトしてきている。浜玉地区には大規模な果樹園が広がり、ハウスみかんが特産である。林業については輸入材の影響や、 後継者不足により厳しい状況にあり、また水産業についても、唐津港水産基地の老朽化や人材不足により、唐津湾周辺での水揚げ量は年々減少しており、衰退の一途にある。製造業と建設業が中心で、いずれも経営環境は厳しい。主な工業集積地として、唐津鉄鋼団地、中原地区、唐津石市工業団地、石市地区、 岸山工業団地、北畑岸山地区が挙げられる。旧唐津町時代は栄町、船宮町のある、外町埋立地が唐津の代表的な工業地帯であった。商業及び観光業が中心であるが、商業は近年西九州自動車道、二条浜玉道路の整備や地区飛線の電化による福岡都市圏へのアクセス向上が原因となって、 県外へのショッピング依存度が高まっており、市内商業の衰退を招いている。また、観光業についても同様の理由で、日帰り観光の割合が主という傾向を示し、2010年初頭には大規模な旅館であった城内閣が営業を停止した。1990年代から郊外に大型商業施設が進出し、この影響で唐津中央商店街をはじめとする、 市内各地の商店街では、店舗の閉鎖や撤退が続き、空洞化が問題となった。また、大名工事地区にある、地元資本の舞鶴、百貨店も2002年に閉鎖。その後付近に、新たな店舗を設置し、スーパーマーケットへの完全な業態転換を図った、舞鶴本店ショッピングプラザ。全域が0955である唐津、から 東松浦地区のケーブルテレビ普及率は全世帯に対し92.4%となっている調査時期は不明。ケーブルテレビに準ずる組織は以下の3局のほか、かつて浜玉町のヒレフリチャンネル1990年や大地町のああいテレビ1993年などが存在していたが、地上デジタル放送への完全移行に伴う、 公共事業によりすべての共受信組合が廃止され、唐津市優先テレビジョンに統合された。なお、唐津市優先テレビジョンに加入した住民は、唐津ケーブルテレビジョンか、ネット4の独立チャンネルを受信することができる。地域によって受信可能なチャンネルは異なるほか、三局すべてにおいて、唐津市の行政放送を視聴することができる。 統計はすべて2010年10月1日の国勢調査のもの。市内の総合病院は千代田町にある唐津地域総合保健医療センターを中心に各地に点在する。中核となる病院は唐津赤十字病院である。2005年平成17年4月には市が新たに唐津市民病院北旗を開設した。唐津市は佐賀県北部学 唐津市、玄海町学区に属している。北部学区は、県内他学区と比して学力が低いと言われ、2007年、平成19年度の全国学力、学習状況調査では、佐賀県の順位が37行った上、唐津市は、県内の市長で最下位という結果だったことから、翌年度から、唐津市独自の学力テストを実施している。唐津地区基礎学力テスト。 2006年、平成18年に、佐賀県立唐津東高等学校の、併設中学校として、佐賀県立唐津東中学校、併設型中高一貫校が開校したほか、2010年、平成22年には、早稲田大学の継続校として、早稲田佐賀学校、高等学校が開校するなど、近年になって、中高一貫校の開校が、相次いでいる。市教委は 私立学校の統廃合を進めており、2009年の時点で42校ある小学校を34校に23校ある中学校を18校にそれぞれ減らす方針を明らかにしている。2013年、平成25年には、ヨブコ中学校、名古屋中学校、打ち上げ中学校の3校を海屋を中学校、高知は旧から突き立たがる土地として統合し、 第四中学校、第羅中学校、霧子中学校を高峰中学校、高知は現代中学校として統合する。その他、東、唐津小学校の外町小学校への統合が市議会で検討されている。上記二校はいずれも中高一貫教育を行う中学校である。市内の中学校の名称は当初ナンバリングで統一されていたが、 市町村合併に伴い市内の多くの中学校が地名をもとにした名称となり、第2中学校は西唐津中学校を分離後助市中学校と改称し、第3中学校は高島中学校と改称した。一部を除く市内全体で児童の減少が進んでおり、分校の廃校が順次進められている。最寄り空港は佐賀空港及び福岡空港。 市内からの距離は両空港とも大差はないが、空港自体の利便性やアクセスの良さ、電化路線である、築飛線、福岡市地下鉄空港線へ、直通運転や、西九州自動車などから、福岡空港を利用することが多い。2011年現在、唐津市内を通過する、鉄道路線の速達列車は、築飛線、築飛東線に、快速列車が平日4往復。 土休日後往復があるのみで、各都市への移動は普通列車が主体となる。周辺各都市への所要時間は、唐津駅から佐賀駅までが唐津線普通列車で最速約1時間10分、唐津駅から天神駅までが筑肥線快速列車で最速約1時間、普通列車で約1時間20分となっている。1983年、昭和58年まで、 博多駅と長崎駅を、築肥線、松浦線、佐世保線、大村線経由で結ぶ急行列車、平戸が設定されていたが、築肥線の部分廃止により、運行区間が唐津駅長崎駅間に短縮さ、1988年、昭和63年には松浦線が、第3セクターの松浦鉄道に転換されたことにより、当該列車は廃止され、 唐津市内の線区から有等列車が消滅した。かつて、築肥線は、松浦川の広い川口への河橋が建設当時に、技術的に不可能であったため、虹の松原駅から、現在の線路より北側、海側の松浦橋近くに存在した、旧東唐津駅でスイッチバックをして、松浦川の右岸を遡りながら松浦川を渡り、山本駅で唐津線と接続し、 イマリ方面へと向かっていた当時から唐津市の中心駅は中心街にある唐津駅とされていたが当時の唐津駅は唐津線の中間駅に過ぎずターミナル駅の役割は列車本数利用客とも最も多い地区支線の旧東唐津駅が担っている。しかし旧東唐津駅は唐津市役所などのある中心街松浦川左岸地区から向かうには 松浦側の橋を渡らねばならず、バスを利用する等の手段が必要であったため、博多駅方面への鉄道利用は不便な状況が続いた。また、筑肥線と唐津線の接続は、市街地から南に離れた山本駅に限られていたため、唐津市では、中心駅の機能が唐津駅、旧東唐津駅、山本駅の3駅に分散されていた。これらの問題を解消し、 中心駅を唐津駅に一本化するため、1983年、昭和58年の築飛線の電化と合わせて、呼ぶ湖線の一部区間、虹の松原駅唐津駅間を先行して、新規開業するとともに、虹の松原駅、東唐津駅、山本駅間が廃止され、唐津駅、山本駅間を唐津線と築飛線の二重戸積区間とした。これにより、旧、 東唐津駅の代替として、新線上に、現在の東唐津駅が設置された。なお、廃止された、旧、東唐津駅の跡地は、大和ハウス工業に売却され、グループ会社の大和リゾートが運営、展開する大和ロイヤルホテルのホテルリゾアッツさが唐津となっている。呼ぶ湖線の残事業区間、西唐津駅異性区間は、工事が中断され、 再開されることなく未成線となっている。また、唐津駅、山本駅間は1987年、昭和62年の国鉄分割民営化と同時に、再び唐津線のみの線に戻り、区費線は分断された格好になった。市内には、玄海灘や唐津湾に小さな島が点在し、それぞれの島民の生活の足として、多数の航路が運行されている。市内で、 一般路線バスを運行している業者は、昭和自動車、昭和バスのみである。市内の唐津大手口バスセンターを中心に、唐津市中心部と唐津市内各地、玄海町、伊万里市、卓市、佐賀市を結ぶ、線網が形成されている。市内循環バスも運行されており、松浦橋、東唐津、宝辺り三橋を経由して、唐津駅に至る東コースと、 日赤病院前、西唐津駅、唐津港を経由して大手口に至る西コースがある。また、昭和自動車タクシー事業部が運行する乗り合いタクシーがある。高速特急バスは唐津市中心部と福岡市の天神、博多バスターミナル、福岡空港を結ぶから号唐津市駅を経由して、伊万里市と福岡市を結ぶ今万里を。号 昭和自動車が運行している。また、平戸市、松浦市経由で、キャナルシティ博多を結ぶ路線をサツ観光が運行していており、旧浜玉町内に停車する。福岡方面へ向かう高速道路、有料道路、自動車専用道路は、佐賀方面へ向かうものに比べ整備が比較的進んでいる。西九州自動車道と二条浜玉道路を経由して、 福岡都市高速と直結する福岡前原道を減るのが一般に示されるルートだが、唐津インターチェンジは市街地から離れている上現状暫定に車線、最高速度時速 60km での開通のため、国道2 0人号、唐津バイパスを経由するドライバーが多い。唐津市は広大な面積を背景に多数の継承地を有しているほか、古代から 大陸の交易点であったことから、日本で初めて水耕稲作が行われた遺跡とされる、名畑遺跡をはじめ、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に拠点として、東松浦半島線端部に築いた名古屋城など、多くの執跡も有している。古くから大陸との交易拠点であった松浦地方では、多くの歴史的な出来事が起こり、多彩な文化が発達した。 特に16世紀終盤に松浦川川口付近に成立した城下町、唐津では商業が発達し、唐津くんちに代表される豪著で活気あふれる豊かな町人文化が育まれた。夏には祇園祭り、秋には浮き立やくんちが市内各地で行われる。祇園祭りやくんちには山笠が出る地区が多い。林に畜子を張る笛を使うのは、 全国的には珍しいが、唐津市内では、多くの地区が地区紙を張る笛を使っている。唐津くんちは、唐津市中心部で行われる、期間中50万人以上の観光客が訪れる、唐津市内最大の祭りであるが、近年になって、服装や出しに乗って、采配を振るのを真似た地域があるぐらいで、行事の様式などの周囲への電波は少ない。 市内には1990年代まで東方大劇や中央大劇といった映画館が複数存在したが現在は市内に一軒も存在せず映画を見たい市民は佐賀市や福岡市方面に足を伸ばすこととなる方言としては唐津弁があり唐津城下町に伝わる代表的民は勘右へい離しンねばなしにその特徴を生み出すことができるただ 高度経済成長期以降テレビラジオの普及で標準語の影響を受け、唐津弁がそのまま使用される機会は減ってきている。は個人。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。